おはようございます,います出席議員半数以上でありますこれより平成30年第1回長崎市議会定例会を開会いたします議事日程の前に市長から新任紹介がございます市長おはようございます 1> 去る1月1日付で選任いたしました固定資産評価審査委員会委員3名を紹介させていただきたいと存じます固定資産評価審査委員会委員 前田俊隆氏でございます固定資産評価審査委員会委員村上明憲氏でございます固定資産評価審査委員会委員山田新一氏でございます以上で新任紹介を終わらせていただきます これより、議事日程第1号により、本日の会議を開きます。日程1、会期決定についてを議題といたします。お諮りいたします。今定例会の会期は、本日から3月15日までの23日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんかご異議ないと認めます。よって、今定例会の会期は23日間と決定いたしました。なお 会期中の日程につきましては、お手元に配布いたしております、日程案のとおり、ご了承をお願いいたします。次に、日程に、議事録署名議員の指名について、本件は長崎市議会会議規則第76条の規定により、平成30年、平成30年中の会議録署名議員に、福沢照光議員、並びに岩永俊弘議員を指名いたします。 なお、会議録署名議員が会議に出席しなかった際の予備署名議員として、木森俊哉議員、並びに山口正義議員を指名いたします。次に、日程3、行財政の効率的運営及び重要施策の推進についてから、日程7、議会運営についてまで、以上5件につきましては、調査事件を付託いたしました各常任委員会、 および議会運営委員会の委員長から、いずれも調査を終了する旨の報告があっておりますので、これをもって調査を終了することに決定いたします。なお、調査報告書につきましては、お手元に配布いたしておりますので、これによってご了承をお願いいたします。次に、日程8、長崎駅周辺再整備についてから、日程10、 雇用・人口減少対策についてまで以上3件を一括議題といたしますまず長崎駅周辺再整備特別委員長の報告を求めます32番中村照夫議員 ただいま議題となりました長崎駅周辺再整備について長崎駅周辺再整備特別委員会の調査の結果をご報告申し上げます詳細につきましては報告書のとおりでありますが以下その概要について申し上げます長崎駅周辺地区は市民のみならず多くの人が行き交う場所であり新幹線整備を契機として国際観光文化都市長崎の 玄関口にふさわしい長崎駅周辺の再整備の推進に寄与するため長崎駅周辺再整備に係る諸問題を把握し利便性の向上や安全性の確保交通結節機能の強化周辺地区との連携などの処方策について鋭意検討を行ったところでありますまず1点目の長崎駅周辺再整備事業について申し上げます 長崎新幹線西九州ルートについては建設の概要が示されるとともに事業主体である鉄道運輸機構から示された駅舎デザイン実現案についての報告がなされておりますまたフリーゲージトレインについては国土交通省により行われた基幹可変技術評価委員会の開催結果に係る地元説明会の中で今後さらに車,両車軸の 追加改良と検証に年単位の検討が必要との考え方が示され、平成34年度の先行車両の導入、および平成36年度末の量産車の導入は、事実上困難な状況となっているとの説明があったとの報告がなされております。そのほか、JR 長崎本線連続立体交差事業や、長崎駅周辺土地区画整理事業においては、 その進捗状況などが示されております <laughs> 委員会におきましては九州新幹線西九州ルートについてフル企画で新大阪まで直通運,運転となるよう努力すること各団体間での協議においては消去法的な対応ではなくプラスオン的な対応を行うこと26成人準教地への動線について 県と具体的な交渉を進めることなどを求めたのであります次に2点目の長崎駅周辺再整備事業に関連する事業について申し上げます長崎駅周辺の慢性的な道路渋滞の解消及び安全な歩行者空間の確保を行うとともに今後想定される交通需要に対応するための都市計画道路大黒町恵比寿松線の整備並びに 薄い施設などの整備による長崎駅周辺の浸水対策についての進捗状況などが示されております。委員会におきましては浸水対策について現在想定している雨量で対応できるのかの再検討最近発生した多都市の災害状況を把握した上での将来を見据えた積極的な政策の実,実行 地球温暖化による海面上昇や異常気象に対応できる地盤高への計画の変更などを求めたのであります。次に3点目の長崎駅周辺の街づくりについて申し上げます。長崎駅周辺の施設整備として、JR 九州による開発計画、新たな県営バスターミナルや長崎警察署、交流拠点施設などの整備スケジュールの概要が示されるとともに、 長崎駅駅舎・駅前広場のの整備イメージななどの説明がなされております委員会におきましては地域の連携において重要である町会及び町名の考え方について町が発展していくための仕組みづくりとして商店街及び自治会との協議を踏まえた議論を行うこと長崎駅周辺地区のにぎわいを浦上側・右岸地区へ及ぼし一体的な発展振興を図るため 長崎駅中央通り線の延長線上に加橋することの検討などを求めたのであります次に4点目の長崎駅周辺再整備地区と周辺地域との連携について申し上げます長崎駅周辺の再整備にあたり隣接する周辺地域との連携を図るため駅前商店街や地元自治会が中心となって組織された長崎駅 長崎駅前地区町づくり協議会の会合に参加し情報提供や意見交換を行っておりそれぞれの意見については事業の進捗に合わせて検討を行うとともに今後とも継続的な協議に参加し協議会に参加し意見交換を重ねていくとの考え方が示されております。またた駅前広場などの設計を行うにあたり 長崎駅を自分たちの駅として一緒に考えてもらうとともに設計やその後の工事利活用段階において市民の声をできる限り反映させるため2階の市民ワークショップを開催し駅前広場に対する市民ニーズの把握を図ったととの報告がなされております。委員会におきましてはより市民の意見が反映されるためのワークショップのテーマ設定や参加者層の検討 駅前広場をユニバーサルデザインとするため設計前後許容開始後と段階的に障害者や障害者団体から意見を聴取することなどを求めたのであります。次に5点目の長崎駅周辺地区における交通結節機能のあり方について申し上げます。国道202号の横断方法の検討について横断歩道の設置位置を変えたパターン別に 検討を行い、道路管理者である県や交通管理者である県警と協議を行った結果、横断歩行者の安全性の確保と円滑な交通の確保を両立させることができないことから、長崎駅前に平面横断を実施することは困難であるとの考えが示されております。また、長崎駅周辺のバリアフリーと歩行者の負担軽減について、国道の平面横断ができない場合の 電停のバリアフリーについては、デッキやエレベーターの規格、電停の福音道路線、道路線形について、道路管理者や交通管理者などと協議、調整を行うこと、また、歩行者の安全性や円滑な交通を確保しながらの施工計画などについて、並行して検討を進めるとの考えが示されております。さらに、新幹線、駅舎に係るバリアフリーについて、 県障害者団体や関係自治会との意見交換会や駅舎から国道までの移動における負担軽減策の検討結果エレベーターを利用して車いすで国道を横断した場合の所要時間の試算結果などの報告がなされておりますそのほかバス停の配置計画及び運行ルートに係るバス事業者からの意見聴取の結果について報告がなされるとともに今後駅機種機種 終点型バスの検討を含め運行ルートについて引き続きバス事業者と協議・調整を行っていくとの考えが示されております。委員会におきましてはまず国道202号の横断について現時点においてはすべてを平面横断とすることが困難であることを前提として長崎駅側から限定までの平面横断の社会実験の実施と将来的にすべての平面横断を 実現させるための検討エレベーターやエスカレーターを駆使し障害者や高齢者に十分配慮した横断方法の検討早急な立体横断施設の検討などを求めたのでありますまたそのほかバリアフリーの取り組みとしてハード面の充実だけでなくソフト面について障害者の視点から検証する仕組みの追加新幹線開業までにすべての事業を完成させるのではなく 変化に対応しながら中長期的なスパンでの完成を目指すことなどを求めたのであります次に六点目の在来線開業に向けた整備計画について申し上げます在来線開業時の長崎周辺の整備状況や整備期間中の仮設動線の事例が示されるとともにバス事業者からバス停の配置場所や 駅前交通広場への路線バスの乗り入れについて再度意見聴取した結果の報告がなされておりますまた在来線開業後から新幹線開業までの歩行者動線イメージについて今後施工方法の検討を進める中で具体的な調整を行うとともに仮設通路の整備にあたってはバリアフリーに配慮することや路面舗装の実施誘導案内看板の充実など 駅利用者が安全、快適に移,行移動できるよう鉄道事業者などと調整していくという考え方が示されております。委員会におきましては、交通渋滞が発生しているアミプラザの立体駐車場の出入り口付近について、JR 九州から早期に情報提供を受けながら渋滞緩和策を検討すること、駅周辺の案内板について、 ひらがなを振るなど誰もが理解できるような整備の実施、在来線降下切り替えから新幹線開業までの間の駅前広場の利用形態や歩行者動線について市民や駅利用者への分かりやすい説明などを求めたのであります。次に7点目の長崎駅周辺地区における広場計画について申し上げます。長崎駅前広場が目指す姿を拠点線の視点、居場所の視点、 利活用の視点、独自性の視点の4つの視点から整備した考え方が示されるとともに西口及び東口の駅前交通広場に係る整備の検討案が示されております委員会におきましては長崎の玄関口にふさわしいそれ自体が観光・撮影スポットとなるようなモニュメントの整備モニュメントについて周囲の景観を生かしてストーリー性を持たせること 高齢者や障害者、大きな荷物を持った方のための動く歩道の導入の検討などを求めたのであります。最後に、長崎駅周辺再整備事業は、国際観光文化都市長崎の陸の玄関口を形作る100年に一度の大事業であり、利便性の向上や安全性の確保、交通結節機能の強化を図るためには、周辺地区をはじめとする市民の意見を聴取集約した上で、 計計画画にに反映させその計画を確実に実施すすること必要があります理事者におかれましては市民ワークショップなどにおける意見の聴取にあたり前提となる十分な情報をパースなどの分かりやすい形で提供することに加え交通決接点における公共交通の役割を果たすため西口へのバスの乗り入れの検討も含め交通事業者を含む関係者間の意見調整を 積極的に行うようよ要望いたしますまた本事業は新幹線が開業する平成34年度に合わせて進まれられているものでありますがその前提であったフリーゲージトレイン開発の見通しは厳しくまた JR 長崎本線の連続立体交差事業についても事業期間の延長が明らかとなったところであります。そのののようなな中で対面乗り換え方式とはなるものの 平成34年度の新幹線開業の計画は変わっておらず、他の整備事業への影響は避けられないことから、有意者におかれましては、新幹線開業に支障をきたさないよう、十分工程について精査するとともに、新幹線については本来の時間短縮効果を発揮するため、周辺自治体等と連携し、フル規格による山陽新幹線への直接乗り入れの実現を国に強く働きかけるよう要望いたします。 さらに平成34年度の新幹線開業は大きな節目ではありますが開業以降も長崎駅を取り巻く状況は常に変化していることがいくことが想定されるため新長崎駅開業後の首都の動きが交通量の変化に留意し浅井大橋の低床化や都市計画道路浦上川線の延伸などが1日も早く実現されるよう県に事業の推進を働きかけるとと,ともに 状況の変化に対応しながら国道202号線の2号の平面横断の実現に努力を重ねるよう強く要望いたします。以上の要望を踏まえ、理事者におかれましては市民や関係者への事業について丁寧に説明した上でその意見を聴取しその意見、利害が対立する場合には市がリーダーシップを発揮して意見調整しながら十分な検討を重ね長崎周辺再整備事業に 引き続き取り組まれることを求める次第であります以上長崎駅周辺再整備特別委員会の調査終了の報告といたします 次に、観光客受け入れ対策特別委員長の報告を求めます。8番竹良次 ただいま議題となりました観光客受け入れ対策について観光客受け入れ対策特別委員会の調査の結果をご報告申し上げます詳細につきましてはお手元に配布いたしております調査報告書のとおりでありますが以下その概要について申し上げます委員会におきましては交流人口の拡大による経済活性化の視点からさらなる観光消費額拡大に向け 国内外からの観光客誘致と受け入れの現状と課題を把握し観光客受け入れに係る施策の推進に寄与するため官民における取り組みの現状及び課題を把握し観光立国ショーケース及び長崎市版 DMO の取り組みや夜景観光の推進長崎と天草市地方の潜伏キリシタン関連遺産の 世界文化遺産登録を見据えた受け入れの方策についていえい検討を行ったところでありますまず一点目の本州の観光動向について申し上げます平成28年においては観光客数は前年と比較して0.4%増の672万3500人と過去最高を記録したものの観光消費額は 消費単価の高い一般観光客の宿泊客数の減少の影響により前年より約55億円減の約1314億円となっておりますまた外国人延べ客宿泊客数は前年比8.2%減の31万386人泊であったもののクルーズ客船の乗客乗務員数は 過去最高の71 7,288万人となっております。これらの観光動向については平成28年4月に発生した熊本地震が原の要因となった一方で増の要因としては同年7月から国土交通省が行った九州復興割や JR 九州と長崎県等が共同で実施した長崎デスティネーションキャンペーンなどの各種キャンペーンによる誘客効果が見られたほか クルーズ客船の入港席数の増が大きく起因しているとの見解が示されたところであります。また、今後は平成27年に世界遺産に登録された産業革命遺産、及び平成30年に登録が期待されている潜伏キリシタン関連遺産の効果も踏まえ、長崎市観光振興計画2020などに基づく取り組みにより、平成32年までに観光客数を 710万人に増加ささせるるこことととを目標とすす考えが示されたところであります委員会におきましては国内旅行者に再度長崎を訪れたいと思わせる仕組みづくり外目の夕日と夜景をセットにした PR の検討税負担軽減や規制緩和による事業者の観光客受け入れ体制充実のための支援 クルーズ客船受け入れ体制のさらなる強化などを求めたのであります次に2点目の夜景観光の取り組みについて申し上げます夜景観光の魅力向上を図るためこれまでに行政や民間事業者において行われた取り組みが示されるとともに世界一の夜景都市となることを目指して遠景及び中近景の観点から必要な取り組みについて体系的にまとめ戦略的に 夜間景観の向上を図るための基本的な考え方を示す環長崎港夜景観光景観向上基本計画が今年度策定されたことが示されたところであります本計画では対象区域を稲妻山並びに原関群山展望台から視認される環長崎港一帯の市街地とし 観光施設等が集中する10エリアを夜間景観工場重点エリアと定め、円形の夜景磨きと中近景の夜景景観づくりを進める考えが示されたところであります。委員会におきましては、水際線の顕在化やランドマークとしての公共施設等の夜間景観の構築に関する検討の連携、 世界遺産関連施設のライトアップ実施による集客効果の研究・検討と具体的な取り組み視点場のバリアフリー環境に関する情報発信などを求めたのであります次に3点目の観光客の消費に係る現状や課題について申し上げます委員会では直接観光客に接している民間事業者を招聘し観光客の消費に係る現状や 課題についての意見交換を行ったところであります意見交換ではまず長崎浜市商店街振興組合理事長から銀聯カード取扱い高等の推移や長崎市中央地区商店街との事業連携の状況商店街の課題と解決策などについての説明がありその後これまでに商店街が考えてきたまちづくりには限界が来ているため ここれれかかからは交流人口定住人口・口定住をを含め町に,いかににぎわいいいわ取りり戻すすがが重要ででああるととう考えが示されたところであります次に市内のインターナショナルホステル経営者から本市のインバウンド低価格帯宿泊マーケットの現状インバウンド誘致の課題などについての説明がありその後小規模事業者は補助金等の制度を調べる余裕がなく制度があっても利用できないなどの現状があるため 行政と事業者との間でコミュニケーションを密に取ってほしいという要望が示されたところであります次に4点目の観光消費拡大の取り組みについて申し上げます長崎市観光振興計画2020において平成32年度までに観光消費額を1600億円に増加させることを目標とする考え及び外国人観光客の消費を促すための具体的な取り組みが示されたところであります 委員会におきましては外国人観光客受け入れ体制整備における民間事業者の取り組みを促すための有効な支援の実施船会社や旅行会社に対するクルーズ客船観光客の消費志向の変換に即した新しい提案型商品の売り込み自由に旅行できる大学生向けの旅行補助金の創設などの検討などを求めたのであります。 次に、点目の観光立国ショーケース及び長崎市版 DMO の取り組みについて申し上げます。観光立国ショーケーケスについては平成28年に釧路市金沢市とともに本市がモデル都市として選定され長崎市版 DMO の形成・確立観光資源の磨き上げストレスフリーの環境整備海外への情報発信の4つの取り組みを 国の集中的な支援を受けながら推進し2020年の東京オリンピック・パラリンピックまでに多くの外国人観光客に選ばれる国際観光都市長崎を目指していること及びそのための具体的な取り組み内容が示されたところでありますその中で長崎市版 DMO の形成・確立については DMO 推進機構代表理事を招聘し意見交換を行ったところであります 同代表理事からは DMO 導入の背景や日本版 DMO の基本概念などについての説明がありその後観光地経営では観光客が地域にもたらす恩恵などについて住民に説明すると同時にその仕組み作りを行うことが必要でありそのためには DMO が主導し行政をはじめとするさまざまな組織が一つの方向に向かって役割分担を行うことが 重要であるなどの見解が示されたところでありますまた具体的な取り組みとしてはビッグデータを活用したインバウンド戦略の策定や多様な関係者とのさらなる合意形成などを行いながら長崎市版 DMO の推進体制強化を図っていくとの考えが示されたところであります委員会におきましては長崎市版 DMO の組織体制の 早急な整備や体制を機能させるために必要な専門性の高い人材の発掘長崎市版 DMO 形成を契機とした県市長崎国際観光コンベンション協会の役割の明確化などを求めたのであります次に6点目の長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の世界文化遺産登録を見据えた観光客受け入れ対策について申し上げます 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連員さんは、今年6月から7月にかけて開催される第42回ユネスコ世界遺産委員会において、審査登録の可否が決定することとなっております。世界遺産に登録に伴い、増加する国内外からの観光客の受け入れのための具体的な取り組みとして。 ホームページやパンフレット等を通じた見学マナーの周知誘導版の多言語表記長崎サルクコースの充実世界遺産センターのサテライト機能の整備などを行うという考え方が示されたところであります。委員会におきましては潜伏キリシタン関連遺産の世界文化遺産登録決定後の2つの世界遺産を持つ市としての宣伝強化バス停のローマ字表記や番号表示などによる 外国人観光客にも分かりやすい仕組みづくり世界遺産の価値を正確に伝え保存活用していくための世界遺産センター構想の具体化などを求めたのであります <laughs> 最後に本市においては平成30年に長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の世界文化遺産登録が期待されていることや引き続きクルーズ客船の入港数の増加が見込まれる中観光立国 ショーケース選定を契機とし長崎の観光振興の中心的役割を果たす長崎市版 DMO の推進体制の確立や観光資源の磨き上げ w i f i 等の整備や多言語対応などによるストレスフリーの環境整備および海外への情報発信などに取り組み国内外からのさまざまな誘客を図ることが重要であります。そのため、 特に長崎市版 DMO の形成・確立の推進については、候補法人である長崎国際観光コンベンション協会と行政との役割分担や、組織の責任と権限の在り方を明確にし、着地型旅行商品の造成・販売などから得る事業収益などによる自主財源の確保も行いながら、成果を生み出せる組織とするべく取り組みを進めていただきたい。 また、クルーズ客船、観光客の消費拡大を促すため、消費志向の変化に即した体験型コンテンツを含む新たな商品造成などに、関係部局で連携して取り組むことを要望する次第であります。さらに、観光客の滞在時間を延ばすためにも、世界遺産の公正資産や観光客の多い施設のライトアップの検討、民間企業や地域と連携した夜勤 夜景支店場でのイベントの企画・提案を進めることで観光資源としての長崎の夜の魅力アップを図るとともに観光客による地元食材の消費促進や国内外を問わず食物アレルギーに関する対応を行うことで食の魅力向上にかかる取り組みを進め観光客の満足度向上を図ることを要望する次第であります。理事者ににおおかれましては委員会における調査の過程で 各委員から出された意見・要望を十分に踏まえ、施策に係る事業内容の検証・評価や、さらなる充実に向けた予算確保に進めるとともに、さらなる外貨獲得のため、観光客の誘客と消費拡大のための取り組みを進め、経済活性化および雇用拡大に結びつくような施策展開を進めることを強く要望する次第であります。 以上、観光客受け入れ対策特別委員会の調査終了の報告といたします。 次に、雇用・人口減少対策特別委員長の報告を求めます。22番山本伸之議員 ただいま議題となりました雇用人口減少対策について雇用人口減少対策特別委員会の調査の結果をご報告申し上げます詳細につきましてはお手元に配布いたしております調査報告書のとおりでありますが以下その概要について申し上げます長崎市の人口減少の主な要因として10代後半から20代後半までの若者の市外への転出超過があり その理由として仕事を上げる割合が高い状況であることから若者の市外転出に歯止めをかけ市外からの転入の促進を図ることを目的として各産業における雇用の現状及び課題を把握するとともに定住人口の減少に歯止めをかけるための処方,処方策について調査・検討を行ったところでありますまず1点目の長崎市の人口減少の現状 経済状況、雇用情勢について申し上げます。長崎市の人口については、老年人口の増加に伴う死亡数の増加や若年層を中心とした転出超過などによる減少が進んでおり、国立社会保障人口問題研究所によると、平成52年には約33万人まで減少することが見込まれています。次に長崎市の経済情勢については、全国的に見ても、 第三次産業の割合が高い産業構造であり、特に宿泊業、飲食サービス業において、非正規雇用者の割合が8割を超えています。その他、39歳以下の雇用割合が低いことや、全国的に見て所得が低いことが明らかとなっており、事業、技術の承継や所得の向上などが重要な課題となっています。このような中、長崎市の 雇用情勢については、県内の新規学卒者の就職内定率は伸びているものの、長崎公共、公共職業安定、安定所管内における有効求人倍率は、最も低い事務的職業と最も高い建設業では大きな差があり、雇用のミスマッチが生じて、年間約1600人は県外へ就職しています。一方で、新規学卒者の 長崎市への UIJ ターン社については福岡県や熊本県などの九州内からが多い状況であり今後はターゲットを絞った効果的な施策を関係団体と連携し検討を実施することが必要であると示されております委員会におきましては長崎市の人口が減少する理由課題をしっかり検証し長期スパンだけでなく短期スパンでも具体的な対策を行うこと 課税状況から事業所得などの分析を行い、集中的に支援を行う分野を絞って、所得を向上させる対策を講じること、中小企業における事業承継の課題に対して、融資制度などを含めて柔軟に取り組むことなどを求めたのであります。次に2点目の大学生の就職状況について申し上げます。 長崎市では市内の各大学が連携して文部科学省の事業である地方創生推進事業 COC プラスを実施しており県内の就職率を平成26年度からは10%上げることを目標として長崎のことを理解し地域に目を向けてもらうための講義や学生主体の地域活動の支援などに取り組まれております。そのような中 大学の関係者からは、学生の主な就職先となっている情報系企業が市内に不足していることや、市内企業の PR 支援、女性が働きやすい職場環境づくりへの働きかけを行政から行ってほしいといった意見や要望が示されております。委員会におきましては、学生を長崎に定着させるため、大学の枠を超えて、学生が 地域のことについて話し合いや活動ができるような場所の提供を行うなど地域との橋渡しについても検討すること給与水準の向上や女性が働きやすい環境への職場改善に取り組むことなどを求めたのであります次に3点目の産業の現状と課題長崎市経済成長戦略の概要について申し上げます長崎市 経済成長戦略は、長崎地域の経済成長を促すため、長崎市の産業の固有の能力や強みを活かし、その目指すべき方向性や地域一丸となっての取り組み方を示すもので、平成20年度から3年ごとに見直しており、今年度においては、その第四次戦略が作成されています。その中では、長崎市の固有の産業である、選手食官の 各分野における人材確保などの課題に対する取り組みや各分野における定量目標が示されております委員会におきましては経済成長戦略は4年や5年といった更新時期があっても1年で見直さなければいけないこともあるためきめ細かなフォローをすること採用活動や研修の充実など産業界にお願いすることが増えていく中で それらを実現してもらうためにもさまざまな機会を捉え国、県と連携して取り組みを進めることなどを求めたのであります次に4点目の地元就職定着に向けた取り組みについて申し上げますまず高校生や大学生の就職活動の基本的な流れと現状さらには採用側である地元企業動向を踏まえた地元就職における課題が示されております また、関係者等へのヒアリング結果では、地元就職促進に向けた地元企業における課題として、求人票の早期提出、地場企業の知名度不足、地元に住む保護者への情報提供不足、企業情報や魅力の発信力不足、労働条件が十分でないことなどが挙げられています。そこで、これらの課題に対し、行政および企業の短期、中期、長期における 取りり組むべき方向性が示されております委員会におきましては企業の誘致にもっと力を入れるべきであり企業とよく情報交換をしながら手遅れにならないよう最重要課題として取り組むことニーズの高い IT 企業の誘致について関係者と協議をしながら力を入れて取り組むこと地元企業が求人票を早期に提出するよう徹底を図るための方法を研究し 具体的な取り組みを進めること若者が長崎に定住するきっかけになるようスポーツなどを通じた一体感のあるまちづくりや機運を高めることを検討することなどを求めたのであります次に5点目の移住の促進について申し上げます移住希望者への支援情報発信として取り組んでいる県と県内21市長から市長が共同で設置した 長崎移住サポートセンターと連携して取り組んでいる移住相談会やホームページ動画を用いた情報発信の取り組みと実績が示されております委員会におきましては長崎市への移住者に対してアンケートなどを行い現状把握やフォローまでしっかり行うとともに今後のアピール材料としての活用も検討すること空き家調査をかなりの期間の 空き家調査はかなりの機関と労力を要するが UIJ ターンを推進するためにも特に不動産事業者と連携しながら進めること空き家バンクのホームページのアクセス方法や掲載情報についてさらに充実させることホームページで保育料の計算ができるように工夫するなど子育てに関する情報発信の充実を検討することなどを求めたのであります。 最後に全国的に人口減少は避けることのできない大きな課題となっています。そのような中、長崎市においては平成22年から28年の転入転出差の平均を見ると特に15歳から29歳の若年者の転出超過が約1000人になるなど顕著でその歯止めをかけるための施策を推進していくことが最重要課題となっております。若年者の雇用を重視した 都市間競争に負けないための、他都市にない独自の一歩を踏み込んだ施策を研究し取り組むことが必要です。そのために製造業の誘致が少ないこと、就職希望者の多い情報系企業が不足していること、市内企業の PR 不足や採用活動への動き出しが遅いこと、県内の雇用者の年収を全国の水準と比較すると低く、40歳頃からは 100万円以上の差が生じていることなどの課題に対する有効な手立てを行うことが求められています特に企業誘致については用地の不足など地形的な悪条件を踏まえメリハリの効いた行政支援に努めること現在計画がない公共用地への企業誘致についてはあらゆる機会を捉えて可能性を求めて取り組むこと また県外へ流出する企業の情報収集にも努め迅速な対応策を取ることを強く要望いたしますなお長崎市では中小企業がほとんどを占めていることから人材を確保して若年者の流出を防ぐためにも県外企業に負けない採用力や経営力向上へのサポートにしっかりと取り組んでいただきたいまた一方で人口減少対策は 行政だけででめ,めることは困難でありますそのためにはターゲットを絞った効果的な施策について、高校、大学、産業界、国や県と連携して検討を進め、全国との所得格差の縮小を図りつつ、住まいや子育て支援などの充実により、若年者の経済的負担を軽減させることについても、十分配慮するよう努めていただきたい。 以上の要望に加え、長崎市の財政は厳しい状況であることから、人口減少に歯止めをかけるために、必要な施策をリストアップするとともに、根拠となるデータや成果指標、予算などの数値的な裏付けを具体的に示しながら、どこを削り、どこに当てるかを含めた検証を進め、第四次経済成長戦略に抱えている平成32年度までに企業用地件数、 累計を17件それに伴う新規雇用者数累計を2610人にすることや町・人・仕事創生総合戦略で掲げている平成31年度までに県内大卒者の県内就職率を51%にすること地場企業の新卒採用調査における UIJ ターン就職者数累計を870人にすることなど 具体的な目標の確実な実現に向けて取り組んでいただきたい。理事者におかれては、委員会における調査の過程で、各委員から出された意見を踏まえ、スピード感を持って最善策に取り組んでいくことと、ともに施策を進めていく PDCA サイクルの中で、市民の声をもしっかり聞いて、検証することを念頭に置いて、取り組みを進めることを要望いたします。以上 雇用・人口減少対策特別委員会の調査終了の報告といたします。以上、3件につきましては、ただいま 各特別委員長から報告がありましたとおり、これをもって調査を終了することといたします。次に、日程11、常任委員の選任について、これより常任委員の選任を行います。常任委員の選任につきましては、長崎市議会委員会条例第6条第1項の規定により、議長において指名いたします。常任委員の指名を初期に朗読させます。 議事調査課長総務委員、梅原和樹議員、中村照夫議員、野口達也議員、浅田五郎議員、竹次良二議員、山口正義議員、向山宗子議員、相川和彦議員、内田隆秀議員、深堀義明議員、教育厚生委員、 中里康則議員、西田美信議員、筒井聖光議員、堤勝彦議員、福沢照光議員、山本信之議員、山崎武議員、中西厚信議員、橋本剛議員、吉原秀夫議員、環境経済委員、池田明子議員、井上茂久議員、馬場直之議員、 浦川元次議員、平野剛議員、前熊正直議員、長尾晴文議員、久泰議員、吉原隆議員、大石文樹議員、建設水道委員、逸話清隆議員、木森俊也議員、中村俊輔議員、後藤昭彦議員、佐藤正弘議員、 林弘文議員岩永俊弘議員奥村周慶議員幸井大輔議員以上でございます以上のとおり指名いたしたいと思いますこれにご異議ありませんかご異議ないと認めますよってただいま指名いたしました議員をそれぞれの常任委員に選任することに決定をいたしました次に日程中に。 議会運営委員の選任について、同委員の選任にあたり、議会運営委員会の委員の定数を6名といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって、議会運営委員会の委員の定数は6名と決定いたしました。次に、議会運営委員の選任を行います。同委員の選任につきましては、長崎市議会委員会条例第6条、 1> 第1項の規定により議長において指名いたします委員の指名を初期に朗読させます<上>議事調査課長議会運営委員梅原和樹議員西田実信議員竹次良次議員山口正義議員林博文議員岩永俊弘議員以上でございます 以上のとおり、指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって、ただいま指名いたしました議員を議会運営委員会委員に選任することに決定いたしました。この際、各常任委員会および議会運営委員会において、委員長および副委員長の御選を行うため、暫時休憩いたします。各委員会は直ちに開会をお願いいたします。 休憩前に引き続きき続会議を開きます。ただいまの休憩中に、各常任委員会および議会運営委員会におきまして、委員長および副委員長の御選が行われましたので、その結果をご報告申し上げます。まず、常任委員会について申し上げます。総務委員,長あ総務委員会委員長、山口正義議員、副委員長、相川和彦議員、 教育構成委員会委員長、山本信之議員、副委員長、中里康徳議員、環境経済委員会委員長、馬場直幸議員、副委員長、平野剛議員、建設水道委員会委員長、中村俊輔議員、副委員長、後藤昭彦議員、次に議会運営委員会について申し上げます。委員長 梅原和樹議員副委員長山口正義議員以上であります次に日程13市長の施政方針説明についてこれより平成30年度の施政方針について市長の説明を求めます市長 本日平成30年第1回市議会定例会を招集いたしましたところ議員の皆様にはご出席を賜り厚くお礼を申し上げます平成30年度は長崎市長として3期目の最終年度となります改めまして市民の皆様議員の皆様に対しまして日頃からのご理解とご協力に対し深く感謝申し上げますとと,ともに市政の推進に全力で取り組んでまいります それでは、平成30年度の予算案をはじめとする諸議案のご審議をお願いするに先立ち、私の市政運営にあたっての初心の一端と、平成30年度の主な取り組みについて述べさせていただきます。<laughs> 1>, 1、はじめに、明治維新から今年でちょうど150年になります。150年前の長崎は、長く続いた出島の時代から新しい居留地の時代へ移ろうとしていました。 まさに大きな時代の転換期でしたそれに匹敵する次の大きな変化の時期は戦後でした価値観が大きく転換する中長崎では原爆の産化から立ち上がり町の再建に懸命に取り組みましたそして今また大きな変化の時代が訪れていますグローバル化や ICT 化生活環境産業構造の変化 価値観の多様化など日々の生活の中でも時代の変化を実感できるほどその変化は早く顕著に表れていますこの変化の様相を長崎大学のご卒業で日本経済界の重鎮である福知重雄さんは現代はあらゆる分野で速いスピードで奥行きが深い変化が起きている時代だと表現されていますそれらの変化の中で 私たちの暮らしや社会にとっての最大の問題は急速な人口減少であり少子化・高齢化などの人口構造の変化ですこの変化は雇用や福祉・子育て・防災・教育・地域コミュニティなどこれからの長崎のまちづくりにとって最も大きな影響を与えますそのため人口減少の克服と長崎創生の実現に向け長崎市 町人仕事創生総合戦略をもとに取り組みを進めています平成30年度はこれまでの取り組みの成果を検証し次へのステップの年になるためさまざまな主体とこれまで以上に連携しながらしっかり取り組んでいきます一方で長崎市第四次総合計画のもと現代時代や環境の変化に対応して進化していくために長崎の強みを最大限に生かすこと 長崎にあった暮らしやすさを作り出すことその両方の視点を持ってさまざまな取り組みを進めてきました中でも特に進化が必要な分野として経済町の形町を支える仕組みの3つを掲げそれを具体化するために13の重点プロジェクトを推進してきました昨年はおよそ130年ぶりに出島に橋を架ける出島表門橋架橋プロジェクトが実現し また10月にはこれからも暮らしやすい街を支えることができるよう市役所の仕組みを変える行政サテライト機能再編成プロジェクトが形になりました今年はさらに複数のプロジェクトについてその取り組みが前進しこれからの道筋を見ることができる非常に重要な年を迎えることになりますまず経済については世界遺産推進プロジェクトのうち 長崎と天草地方のセンプクリシタン関連遺産の世界遺産登録に向けた審議が行われる予定です登録が認められると長崎市は日本で初めて2つの世界遺産のある町になりますこれらの遺産を世界の宝として大切に守っていくとともに長崎のブランドをより高める取り組みを推進していきますまた長崎サミットプロジェクトのうち 長崎駅西側に整備を検討しているマイス機能を中核とした交流拠点施設については今後、優先交渉権者との契約締結に向けて事業内容を決定します市民や市議会の皆様にはマイスがもたらす効果やマイス誘致に向けた産学館連携の必要性今後の財政状況などを丁寧に説明していくとと,ともにご意見をお聞きしながら 交流人口のの拡大にによる地域経済の活性化に向け事業を推進していきます次に町の形については都市再生プロジェクトにおいて長崎の陸の玄関口である長崎駅周辺整備事業のうち九州新幹線西九州ルートについては新たな整備方針が示され平成34年度の開業後の方向性が定まっていくことになります。長崎市としては 交流人口の拡大がさらに大きく期待される全線フル規格による整備に向け長崎県や沿線市と連携して取り組んでいきますさらに JR 長崎本線の連続立体交差事業についても交通渋滞緩和に向けた整備が進み日に日に町の景色が変わっていきます次に町を支える仕組みについては一人暮らしの高齢者の増加や 地域の担い手不足など地域によってさまざまな課題が生じている中地域コミュニティの仕組みづくりプロジェクトにおいて地域の各種団体が連携し一体的な運営により地域を支える新しい仕組みの制度化に取り組みますそのほか視聴者建設プロジェクトにおいては新庁舎が市民の交流の場や安全安心のよりどころとなるとと,ともに町のシンボルとして 末永く市民に愛される市役所となることを目指していますこれまでシンポジウムやワークショップなどを通して市民の皆さんから多くのご意見をいただくとともに市議会からいただいた様々な角度からのご意見を踏まえながら基本設計を進めてきました今年はより詳細な実施設計に着手しますが引き続き皆様からご意見をいただきながら平成34年度の完成に向けてしっかりと取り組んでいきます これら一つ一つの事業が将来の長崎市のまちづくりの礎になる大事業でありこれまで積み重ねてきたものが目に見えて形になっていく一年になりますそして私たちが目指すのは市民が将来にわたって暮らしやすさ心の豊かさを実感できるようなまちづくりですお互いに少しずつできることを出し合いながら支え合って暮らす温かい地域づくり みんなで子どもを育てる仕組み作り高齢者が安心して長く元気で暮らせる活動などをさらに広げていきますまた長崎の街に活力を思い出してくれる若い世代の人たちが将来への夢と希望を持って働き住み続けることができる街を目指し雇用の確保と創出に向けた取り組みなどに力を入れます合わせて文化やスポーツなどの取り組みを通して市民が 元気で楽しく心豊かに暮らし続けることができる長崎の町にしていきたいと思います二平成三十年度の予算編成長崎市の財政状況は これまで取り組んできた行財政改革や資税収入の改善などにより徐々に好転していますしかしながら今後少子化高齢化がさらに進展し人口減少の時代が進む中で将来にわたって健全な行財政運営を行うためには時代の変化や市民ニーズを的確に捉え選択と集中によって事業を重点化していく必要がありますそこで平成30年度においては人口減少の克服と 交流の産業化による長崎創生に向けた取り組みや次の時代の長崎の基盤づくりなど未来への投資につながる施策を着実に推進するという考えのもと予算編成に取り組みました特に喫緊の課題である人口減少対策として子育て環境の充実や若い世代の地元定着などにさらに力を入れて取り組みます。また生活道路の整備など 地域の要望にスピード感を持って応えていくための予算を拡充するなど、地域の課題解決に重点を置いて取り組みます。三、平成三十年度の主な取り組み、平成三十年度における主な取り組みについて第四次総合計画の体系に沿ってご説明いたします。括弧一、個性を生かした交流の拡大。長崎市は交流都市として四百五十年の歴史を刻み 文化を育んできましたその交流によって培われた個性を徹底的に磨いて価値を高め新たな来訪者を招き招き入れることで物や人情報の交流を活性化させ二十一世紀の交流都市を目指しますまず長崎が持つ歴史と文化の価値を高めるための取り組みとして長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産については 市民の皆さんと登録の喜びを分かち合うためパブリックビューイングや登録記念事業を行います合わせて構成資産等の保存管理や交通対策など来訪者の受け入れ体制のさらなる充実に努め世界遺産を生かしたまちづくりを進めますまた明治日本の産業革命遺産については構成資産の一つである橋間炭鉱の保全に向けた本格的な整備を開始するとと,ともに旧グラバー住宅についても 来園者の安全を確保するため耐震補強を含めた保存修理工事を実施しますなお工事期間中は見学用デッキを設置し工事の様子や建物の外観を見ることができるようにします出島については昨年11月出島表本,本橋が完成し国内外に向けて長崎と出島をアピールすることができました今後は世界とつながる出島 世界都市長崎の魅力を発信しながら、長期的視点で四方が水に囲まれた出島の姿の復元を目指していきます。史跡の関連では、日本初の西洋式禁断病院である小島養生所の移行や出土遺物などの展示室を平成31年度にかけて、建設中の二田坂小学校体育館に併設して整備し、その貴重な歴史的価値を後世に継承していきます。 同時にこの地で学ぶことの意義を子どもたちに伝えていきますまた今年は国地方を挙げて明治150年関連行事が予定されておりここ長崎でもグラ園や出島など市内各所で関連イベントを実施しますその一つとして薩長土肥幕府長崎それぞれの立場から幕末維新史を研究する第1級の研究者をお招きし 記念シンポジウムを開催します次に景観の魅力を高める取り組みとして昨年3月には国から全国10都市の景観まちづくり刷新モデル地区の一つに指定され平成31年度までの3カ年で国の重点的な支援を受けながら景観のさらなる魅力向上に取り組んでいます特に世界新三大夜景に選ばれている長崎の夜景にさらに磨きをかけるため 夜景の質の質向上に取り組みます今年は東山手、南山手エリア、館内新地エリア、平和公園エリアのライトアップ整備を行い夜の街を散策できるスポットを増やすことや稲佐山からの夜景の魅力を高めるための整備を行うことで来訪者の満足度を高めます。また、被爆75周年に向けて 平和公園やその周辺の集計整備を行うとともに中島川や道座界隈においても歩いて楽しい歩行空間を整備し回遊性の向上と来訪者の増加につなげます次に街中の魅力を高める取り組みとしては町ぶらプロジェクトをさらに推進しにぎわいの再生に取り組みます今年は道座川プロムナードや路人道前広場などの整備に向けた取り組みを推進するほか これまでの成果や町の魅力を映像で伝える取り組みなどにより広く市民や観光客に向けて町中の個性と魅力を発信しますまた市民などの主体的な取り組みを応援するまブラプロジェクト認定制度や町中の賑わいを創出する活動への支援も引き続き実施しますなお民間による取り組みの一つである新大区町地区市街地再開発事業においては 今月、正式に組合が設立され、今後事業が事業が本格的に動き出すことから、この取り組みを積極的に支援しますこのように、町の価値を高め、新たな来訪者を増やしていこうとする中ではそれを受け入れる体制や基盤整備も必要になりますまず、外国人観光客については、世界から選ばれる国際観光都市を目指すこれまでの取り組みの中で 平成28年1月に全国3都市の観光立国ショーケースの一つに選定されており国の重点的な支援を受けながら官民連携したオール長崎での取り組みを加速します長崎港へのクルーズ客船の入港が年々増加していることなどから民間と連携した無線 LAN 環境の向上やキャッシュレス化の推進など外国人観光客のストレスフリーに向けた受け入れ体制の整備を図ります また、マイス誘致については民間による積極的な取り組みにより誘致活動等への資金面を含めた支援を行う組織が設立されました。わせてマイス関連業務の地元受注拡大に向けた動きも始まっており引き続き産・学・官が一体となった誘致や受け入れ体制の強化を図っていきます。さらに長崎市版 DMO については21世紀の交流都市を目指すにあたって 重要な役割を担うものと考えていますまずは長崎国際観光コンベンション協会を中心として経験値を高めながら観光関連事業者をはじめとした多様な関係者との体制構築に向けた協議を進めていきます次に長崎への来訪者を迎える玄関口の整備としてまず陸の玄関口については九州新幹線認九州ルートの建設や JR 在来線の高架化と一体となって、長崎駅周辺と地区画整理事業を進めています開業効果が十分に得られるよう、鉄道運輸機構や長崎県と連携をしながら駅前広場、街路の整備など事業の着実な推進を図りますまた、海の玄関口については、長崎港松外国際観光線府等において クルーズ客船の大型化と機構数の増加に対応するためツーバース化の早期事業化に向け引き続き国へ働きかけるなど長崎県と連携して取り組んでいきますこのような中企業等における交流の産業化の取り組みについては様々なチャレンジが行われておりその目は着実に生まれつつありますこのような目を成功事例につなげるため新たな消費拡大に向けた取り組みに対する支援を行い その取り組みを顕在化させ波及効果を広げることで企業等による交流の産業化を加速させますまた昨年10月に開始した長崎ラバーズプロジェクトでは市民一人一人が持つ長崎のここが好きという声を形にして発信する取り組みを進めていますこの取り組みは市民が日常の中で感じている長崎の魅力を再認識し 長崎に対する誇りや愛着、いわゆるシビックプライドを持つことにつながるほか、新しい長崎ファンをつく,長崎ファンをつくって、長崎市への新たな来訪者を増やし、ひいては滞在期間の延長などによる消費拡大につなげます。このほか、国際交流については、ポルトガルのポルト市及びフランスのボスロール村と姉妹都市提携40周年を迎えるとともに、 オランダのライデン市と昨年11月に姉妹都市関係を締結したことから、それぞれに公式訪問団を派遣し、さらなる関係強化と交流促進につなげます。合わせて、子ども夢体験事業では、国際感覚を持つ人材の育成を図るため、姉妹都市であるライデン市及び市民友好都市であるドイツのビルツブルク市に子どもたちを派遣します。 2. 平和の発信と世界への貢献昨年、核兵器禁止条約が国連で採択され条約の制定に精力的に取り組んできた核兵器廃絶国際キャンペーンアイキャンがノーベル平和賞を受賞されました今年は、この核兵器廃絶への流れを市民社会からさらに加速させていくことが重要であり引き続き、世界へ向けた平和の発信と 被爆の実装の実に取り組むことで被爆地長崎の役割をしっかりと果たしていきますますず今年4月にはスイス・ジュネーブの国連欧州本部で開催される2020年核不拡散条約 NPT 再検討会議第2回準備委員会に出席し長崎市民を代表して核兵器のない世界を願う長崎の思いを強く発信します。また 長崎大学核兵器廃絶研究センターレクナやアイキャンなど国内外の NGO 等と連携して今年11月には5年ぶりに核兵器廃絶地球市民集会長崎を開催し被爆地長崎から平和を自分のこととして考える仲間の輪を広げていきますさらに被爆75周年という節目の年である平成32年に向けてスポーツを通じ 核兵器廃絶や平和のメッセージを世界に広く発信する花庄長崎平和マラソンの開催準備を進めます。被爆者の高齢化が進み、被爆者のいない時代が近づく中、次の世代に被爆体験を語り継ぐ家族交流証言者の役割はますます重要になっています。そのため、多くの方に証言者になっていただき、その証言者による講和の機会を大幅に増やすとともに、 国との連携によって海外も含めた市外へ証言者を派遣することにも積極的に取り組みます合わせて青少年ピースボランティアの育成や青少年ピースフォーラムの開催などを通して若い世代に向けた取り組みを引き続き推進します国史跡の長崎原爆遺跡については警視庁のために不可欠な保存・活用・整備の指針である 原爆遺跡保存活用計画を策定しますまた、被爆資料の保存活用を図る取り組みとしては長崎県外の人に原爆の悲惨さ、平和の尊さを伝えるためこれまで被爆の実相に触れることの少なかった3つの未開催県で原爆展を開催しますさらに、次の世代に被爆の惨状と被爆者の思いを伝えていくため引き続き被爆樹木パトロールを行い 受精の把握に努めるとともに保存措置が必要な樹木の整備を進めます 3. 地域経済の活力の創造経済環境がグローバル化し複雑化・多様化する中で長崎の地域経済を活性化させるため地場産業における人材の確保・育成と競争力の強化を図り 魅力ある多くの地場産業を創出することで特に若い世代の地元定着につながる雇用の拡大と経済の成長を目指しますまず若い世代の地元企業への就職定着と進学によって県外へ流出した学生の U ターンを促していくため地元企業の情報発信力と採用力の強化雇用環境の向上を支援します 情報発信力の強化については地元企業を紹介する番組を制作・放送するほか進学者が多い福岡都市圏において重点的に企業研究会を開催するなど地元企業の魅力と長崎で暮らす魅力について情報を発信します。また採採用用力ののの強化ににつついいてては効果的な採用活動についてのセミナーの開催や 県外の合同企業面談会等への参加を支援し雇用環境の向上については働きやすい職場づくりにつながる取り組みを支援しますさらに特に働く世代の UIJ ターンを促進するため長崎市からの転出者が多い福岡都市圏をターゲットとして長崎県と県内21市町が共同で運営する長崎移住サポートセンターや近隣町と連携をしながら 就職をを中心としした移住相談会を開催しま,すまた地元中小企業の経営の多角化海洋再生エネルギーをはじめとする新分野への進出 IoT 活用による生産性の向上など新たな取り組みを促進し競争力の強化を図るため可能性調査や市場調査さらには必要とされる産業人材育成への支援を行います。 企業誘致については、競争力のある企業立地用地を確保するため、平成32年の分譲に向けて、田中町の用地整備を着実に進めます。<coughs> また、オフィスビル建設事業者に対する支援を行い、多くの雇用を含む企業の立地に対応するとともに、IT 企業などの情報通信網関連作業の誘致などに取り組みます。 商業振興における地元企業の販路拡大については商品開発などのコンサルティング機能と地域のブランディング機能を担う地域商社に対しその機能充実に向けた取り組みを支援することで魅力ある商品やサービスを域外に売り込み稼ぐ力と地域ブランド力の向上を図ります次に長崎が全国に誇る食材である長崎の魚長崎和牛出島バラ色 ビワの有料品種である夏頼りについては生産者の経営安定化を図るため引き続き関係団体や生産者と連携して知名度向上と消費拡大を図ります特に長崎の魚については豊富な漁獲量と魚師を誇る魚の美味しい町長崎のイメージアップを図る動画を作成し観光客などに向けて広く発信しますまた 長崎の魚を使った食のおもてなしを行うため式ごとの旬の魚と提供店舗の情報を一体的に発信しますさらに子どもの時から魚を食べる習慣を身につけてもらうために魚の町長崎応援女子会との共同で魚を使った離乳食レシピ本を作成しフィッシュスタートとして4ヶ月検診の際に配布しています今年は 長崎の魚をテーマとした絵本を共同で新たに作成し、フィッシュセカンドとして山西寺検診の際に配布します。水産業の振興については、種苗放流による漁獲量の下支えを図るため、放流の効果を最大限に発揮する手法について、漁業者を対象とした勉強会を実施するとともに、放流効果の調査を行います。また、養殖業者の経営安定に向け、 養殖用新魚種としてガザミの飼育試験を実施するほか付加価値を向上させる手法として有効を混ぜた餌を使用しトラフグの飼育試験等を実施します。次に農林業の振興については自然環境の保全にもつながる農業生産活動を普及促進するため農業者が組織する団体等が行う有機質肥料の使用など 環境保全に効果が高い取り組みを支援しま,すまた有害鳥獣による被害軽減を図るため引き続き長崎市有害鳥獣対策協議会や捕獲隊と連携した計画的な捕獲対策の取り組みを進めるとともに住宅地に隣接する私有林の適正な伐採を行い有害鳥獣が出没,しにくい出没しにくい環境づくりを行います。 4環,環境負荷の少ない持続可能な街環境と調和する潤いのある街を次の世代へ引き継ぎ環境面においても世界に貢献するための取り組みを進めますまず地球温暖化対策の国民運動クールチョイス賢い選択を推進することは市民総参加の継続的な環境行動を目指す 長崎エコライフの取り組みの浸透と拡大につながることから引き続きエコカーエコ住宅省エネ家電の普及・啓発を中心とした取り組みを進め市民の具体的な CO2 削減行動につなげます加えて持続可能な地域づくりを担う人材を育成するため小中学校が地域や団体と連携しながらそれらの特色を生かした活動を展開する 長崎サステナスクールの取り組みを広げるとともに市民の環境活動拠点サステナプラザ長崎については地域のさまざまな団体とのつながりを広げるなど利活用を推進しますまたさらなる実効性のある温室効果ガス排出削減策としては地域で生み出されたエネルギーを地域で循環利用するエネルギーの地産地消の仕組みづくりが重要ですそこで太陽光以外の 長崎市版再生可能エネルギーとして木質バイオマスの熱エネルギーを活用した地域振興モデルを検討するための基礎調査を行います合わせて長崎市が所有する廃棄物処理施設やメガソーラー等から生まれる良質かつ安定的な電力を公共施設の一部に供給する地域エネルギー事業については平成29年度に環境省が実施した 長崎市における調査結果をもとに実現に向けた具体的な検討を進め環境負荷の少ない低炭素な地域づくりを目指しますゴミの減量化とリサイクルの推進については小型家電と古布の拠点回収箇所を拡大し資源の有効活用を図りますまた、三峡クリーンランド埋め立て処分場に搬入されたマットレスやソファーの 解体分別のための作業場を新たに建設し作業効率を向上させるとともにマッサージチェアについてもリサイクルを行いさらなるごみの減量化と埋め立て処分場の延命化を図りますさらに長崎総合科学大学および長崎大学と連携し新たに地球温暖化対策の観点を加えた中で長崎市のごみ処理の現状と課題を総合的に整理し今後のごみの分別 収集・処理のあり方について基本的な考え方をまとめますまた、廃棄物処理施設の整備については昭和63年に創業開始した東工場の老朽化に伴い新工場の建設地についての検討を行うため地質調査等を実施します安全・安心で快適な暮らしの実現 安全安心な暮らしの形は、自然環境や地形など、その都市を取り巻く要素によって様々です。人口減少時代における長崎にあった長崎らしい暮らしやすさとは、どのようなものかを念頭に置き、長崎型のまちづくりを進めていく必要があります。そこで、長崎市では、ネットワーク型コンパクトシティ長崎を目指す将来の街の姿に掲げ、まとまりとつながりのまちづくりを進めることにしています。 そのような中、平成29年度には立地的成果計画を策定し、平成30年度からはこの計画をもとに大きく2つの取り組みを進めていきます。1つ目は、暮らしに必要な施設を守る取り組みです。公共交通などを利用して集まりやすい場所に都市機能誘導区域を設定し、多くの市民が利用する医療施設や商業施設などをこれからも維持していきます。 2つ目は暮らしに必要な施設をみんなで支える取り組みです暮らしに必要な施設を維持存続させるためより多くの市民が利用して支えていけるように都市機能誘導区域やその周辺の安全で暮らしやすい場所に居住誘導区域を設定し一定の人口密度が維持されたコンパクトな街を目指しますその中で地域の連携強化を図る公共交通については 平成29年度から策定に取り組んでいる公共交通総合計画に基づき、地域の実情を踏まえながら利便性などにも配慮した地域公共交通の在り方について具体的な検討を行います。次に、良好な道路ネットワークの形成については、長崎自動車道の完全4車線化が進められており、平成29年度には国道34号新姫トンネルの4車線化が着工されました。 また、南部地区の幹線道路である長崎外環状線の新戸町から江川町間の事業も着手されており、国や県などへ早期完成の働きかけを行います。都市計画道路東長崎縦貫線については、平成28年12月に都市計画の変更を終え、新規区間の整備に着手しました。国道34号の混雑解消や将来のまちづくりのために整備を加速させていきます。 また長崎市と佐世保市を約1時間で結ぶ地域高規格道路の長崎南北幹線道路と西の木道路は交流人口の拡大を図り観光振興だけでなく産業・経済振興にも大きな効果をもたらすことが期待される道路であることから見せ火区間の早期事業化に向け国や県などに対し積極的に働きかけます。わせて、て、地地域と地域ととを結ぶネットワーク道路として 西ヶ丘町西町一号線、江びら浜びら線などの整備を進めますまた、坂の町長崎らしい長崎方式の生活道路整備として長崎市と地域が一体となって車道整備事業を進めています平成25年度の事業開始以来17路線、約2400メートルの整備を行っておりこの道路ができたことで家族や友人が遊びに来てくれるようになった 安心して暮らすことができるなど地域の方から嬉しい声をいただいています平成29年度からは条件を緩和しこれまでできなかった離道も車道として整備を行っており今後も着実に事業を進めます次に都市の防災性の強化については過去の大規模災害を教訓としながら風水害や土砂災害等への 対策にに総合的に取りり組む必要がありますまず市民が安全安心に暮らせるように災害の危険性が高い密集市街地において空き家等対策計画に基づき老朽化した危険な空き家を解体し地域の方々が管理する広場などの公共空間として整備を推進するほか所有者による解体を進めるため指導と助成を行います。併せて 市内にある空き家を活用し住宅の確保に配慮が必要な高齢者や子育て世帯等のため昨年10月から開始したセーフティネット住宅の登録を促進しますまた、引き続き民間建築物や木造小建て住宅の耐震化に対して支援を行います斜面地においては住宅の石垣などが年々老朽化するとともに 近年の気象変動によって風水害の危険性が増していることから安全・安心な生活環境を確保するため災害等によって崩れた崖の復旧費用の一部を助成する制度を拡充しこれまでの崩れた部分への補助だけでなくその両側についても対象とします防災対策については防災行政無線の平成三十二年度のデジタル化への完全移行を目指し 整備工事に取りり掛かりますまた大,大規模災害発生時における人的物的支援の受け入れを明確にした受援計画を策定し危機管理体制の充実を図りますさらに平成33年度の運用開始に向けて総合消防情報システムを再構築することで消防通信体制を充実させ災害対応力の向上を図ります。 地域における防災力の向上については市民防災リーダーを小中学校の教職員にも対象を広げて育成するとともに長崎市保健環境自治連合会防災部会と共同し自主防災組織の結成の促進と活動の活性化に努めます火災予防については地域の防火意識を高めるため引き続き消防団と連携し防火訪問や防火指導に取り組むとともに 地域の実情に応じた防火防火災訓練を推進しますまた家庭内などで発生する子どものけがを未然に防ぐため昨年楽しみながら事故防止について理解することができる絵本を作成したところ分かりやすかったという声が多く効果が高かったことから今年は紙芝居を作成するとと,ともに高齢者向けにも消防かるたを作成し 火災予防と予防救急の普及啓発に努めます上下水道事業については人口減少などによって収益の減少が見込まれる中将来にわたって良好な上下水道サービスを安定的に提供するとともにより効率的な事業運営を行うためアセットマネジメント支援情報システムの構築に取り組みますまた水道事業においては市民へ安全・安心な水を 安定して供給するため老朽化を計画的に更新し破損事故等の未然防止を図ることとしていますそこで5か年で総額100億円規模の継続事業として第11次排水施設整備事業に着手するとともに基幹浄水場の耐震化事業を推進します下水道事業においては引き続き施設の統廃合などに取り組みます 6. 共に支え合い生き生きと暮らせる地域社会の実現時代が変わる中では暮らしやすさの基準も変わっていきますその暮らしの変化に応じて長崎市がサポートしなければならない部分を見極め市民の生活に寄り添って施策を変化させていくことが大事ですそのような中で誰もが住みなれた地域で住み続けられる街となるよう 暮らしに必要な支援やサービスを提供する体制を整えます。まず、長崎版地域包括ケアシステムの構築については、医療・介護・福祉の専門職が一体となって地域を支援する体制を整備するとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進します。また、高齢者の自立支援に向け、在宅支援リハビリセンターの充実を図るとともに、 多機関型地域包括支援センターにおいては高齢者に限らず子育てや障害生活困窮など様々な複合的課題を抱える方の支援を継続していきます介護サービスの基盤整備については第7期介護保険事業計画に基づき在宅生活を支えるための小規模多機能居宅介護や居住系サービスである認知症対応型共同生活介護など 地域密着型サービスをを中心に整備を進めます健康づくり環境の充実については国民健康保険の非保険者の健康維持・増進を図るため医療機関等と連携し健康被害の恐れから併用してはいけないとされている薬の飲み合わせの解消など服薬の適正化に取り組みます。 障害者の経済的自立を支援する取り組みとしては就労系の障害福祉サービス提供事業所等を対象に経営手法や収益増大に向けたノウハウの習得を目的とした研修や専門家による相談指導を行い障害者の収入増加につなげます。また手話を言語として定め理解と普及を促進しすべての人がお互いにコミュニケーションをとることができる環境を整えるため 手話通訳や聴覚障害に関係する団体等と協議しながら手話言語条例の制定に向けた取り組みを進めます次に被爆者援護については高齢化が一段と進み介護を要する方が年々増加する中被,害者被爆者に寄り添った援護施策の充実を引き続き国に要望します合わせて被爆体験者の支援については 被爆体験者精神医療受給者証の有効期間が3年に延長され被爆体験者支援事業の対象合併証に糖尿病の合併証が追加されますが引き続き国に対し高齢化し病気に苦しむ被爆体験者の救済と支援事業の充実を要望します次に子育て支援についてまず子ども医療費においては これまで女性対象を順次拡大するとともに支給方法についても市民の利便性を考慮し必要な見直しに取り組んできました子ども医療費の助成はすべての子育て家庭の経済的な負担軽減が図られるとともに医療が必要な子どもたちが安心して医療機関を受診できるようになるといった効果もあり心理的な不安の解消や子育てのしやすさの実感にもつながるものと考えています。そこで 今年10月からは中学生についてこれまでの入院に加え通院まで女性拡大を対象し子育て支援のさらなる充実を図りますさらに聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えるため実施している新生児聴覚検査については公費負担額を増額し保護者の負担軽減を図ります、うん 子育て支援センターについては発達障害のある子どもや発達が気になる子どもを育てる保護者が気軽に交流や相談などができる発達障害支援に特化した子育て支援センターを新たに開設し子どもの発達や子育てに関して特別な悩みや不安を抱えている保護者の負担軽減を図りますまた子どもや子育てに関する情報をより分かりやすく提供するため 長崎市子育て応援情報サイトいい顔をリニューアルしますスマートフォンなどのへの対応や情報を検索しやすくし子育て家庭が必要とする情報の発信に努めます子ども相互相談については児童虐待問題や子育てに関する様々な相談に応じていますが年々相談内容が複雑多様化していることから相談対応件数が増加している状況にあります 子どもや保護者からの相談にきめ細やかに対応し効果的な援助を行うため相談員を1名増員して相談体制の充実を図ります。また産後うつの予防や新生児への虐待予防を図るため出産後間もない産婦に対する健康審査を昨年9月から開始しています。併せて、産後ケア事業ののショートステイ利利用用期期間をを延長し利用促進を図ることで妊娠期から 子育て期にわたる切れ目のない支援を行います保育所における逆待機児童の解消に向けては引き続き施設整備等による保育の量の確保を図るため定員増を伴う増改築や認定こども園への移行を促進します次に放課後などにおける子どもたちの安全安心な居場所づくりを推進するため 放課後児童クラブの適正な量の確保を図るとともに、育成支援が適正に行われているかの確認を行うことで、質の確保と向上を図ります。また、放課後子ども教室については、すべての子どもたちに学習やさまざまな体験・交流活動の機会を提供できるよう、実施する小学校区を拡充します。このほか、婚活支援としては、 地域の魅力を体験するメニューを組み入れた交流会の開催により結婚の意思を持つ独身男女に楽しみの要素をプラスした出会いの機会を提供します括弧七、創造的で豊かな心の育成次の時代を担う子どもたちの育ちを応援する中で時代が変わっても変わらない価値がある一方 時代が変わり子どもたちが身につけるべき力が変わってきている面もありそのどちらも大事にしながら子どもたちの可能性を伸ばすチャンスをしっかりと与えることが必要ですその中で子どもたちが安全安心に学校生活を送りながら国際理解と平和を創造する能力を身につけるとともに科学や芸術文化、スポーツを身近に感じながら一人一人が夢や希望を持って成長できる場の提供や環境整備を進めます まず、学校教育においては子どもたちがグローバル化に対応できる英語力を身につけ外国人とコミュニケーションをとる能力の向上を図るため新たに英語能力測定テスト英検 i b a を私立中学校2年生の全生徒を対象に実施します。また、中学生ががるるると長長崎崎への愛着をを、よより一層深めることができるよう、新わわ市市かるからんを 各学校で活用し、長崎の歴史や文化世界、長崎の歴史や文化世界遺産などを学習することで、長崎が持つ世界的な価値を発信できる子どもの育成を目指します。平和教育については、これまでの被爆体験の継承と平和の発信という2つの柱に新たに平和の創造という視点を加えて改定した平和教育教材「平和長崎」を活用し。 他の人の意見を尊重しながら自分の言葉で平和を語り平和を作る子どもたちを育成します教育に係る経済的な支援については国や県の奨学金制度が充実する中対応者が減少している大学生の奨学金を平成31年度の募集から廃止し一時的に多額の費用が必要となる高校入学準備の負担軽減のため平成30年度に 入学学にかかる給付型奨金制度を創設します次に少子化によって児童生徒が減少する中将来にわたってより良い教育環境を提供するため学校建設事業については前年度に引き続き外目中学校と平林小学校の新校舎等の建設に加え小島養生所等遺跡の保存と学校建設の両立を目指す仁田底小学校の建設を進めます。 また、通学域の見直しや学校の統廃合による学校規模の適正化と適正配置にも引き続き取り組みます併せて、児童生徒の通学にかかる心身への負担と保護者の経済的な負担の軽減を図るため通学費補助の距離要件を見直し、補助の拡充を図ります学校給食については、給食施設の集約化を図り 安全で安心な美味しい給食を安定的に提供できるよう新たな学校給食センターを整備することとしていますこれにより、これまで課題であったこんだて内容の学校間の違いの解消や食物,食物アレルギーへの対応の充実などが可能になりますまずは、その1カ所目である花庄長崎市三重学校給食センターの整備に取り組みますさらに、学校の規模により 給食の内容に差が生じることがないよう現在、学校ごとに管理している給食費を長崎市の公金として取り扱う学校給食費の公開経過を進めます次に、科学への興味や関心を高めるため長崎半島で発見された恐竜等の化石を活用し野々崎田の子地区に恐竜博物館を建設します平成30年度は 建設に向けた基本計画の策定と展示・建築工事の設計に着手します科学館については、今年12月末のリニューアルオープンに向け展示物の製造を行うなど着実に準備を進めています芸術文化の面では、長崎ブリックホールが開館20周年を迎えることから市民文化団体など日頃から芸術文化活動に取り組む市民の皆さんが一堂に会し ブリックホールを舞台に多彩な分野の発表を繰り広げ交流を深める市民参加型の記念事業を実施しますまた外目の風景日や作家遠藤周作の言葉と思想に出会い静かに思いを巡らせながら自分と向き合うことで新しい自分に出会う空間として遠藤周作文学館の一部を改修します歴史文化の面では長崎君地に関する貴重な資料である 諏訪サイレイズ屏風を取得し長崎歴史文化博物館で毎年秋に開催するく知展などにおいて多くの方に鑑賞いただくなど観覧いただくなど江戸時代の長崎くんちの様子を見て学ぶ資料として保存活用を図ります。また長崎市の財産として後世に伝え継承していくべき価値のある資料の円滑な取得を図るため歴史文化資料取得基金を創設します。 スポーツの振興については今年から J1 を舞台に活躍が期待されるリファーレン長崎を多くのサポーターでスタジアムが埋め尽くされるよう応援していきます。またラグビーワールドカップ2019において事前,準備を事前キャンプを実施するスコットランドとラグビーを通じた交流をさらに深めスコットランド代表チームを市全体で歓迎するための機運,を機運の醸成を図るなどスポーツを通して 市民とともに盛り上がっていけるよう取り組みますさらに東京2020オリンピック・パラリンピックのキャンプ誘致に取り組み地域の活性化につなげます 8. 多様な主体による地域経営これからも暮らしやすい街を維持していくためには地域と市役所がさらに連携を強めて市民の生活を支えていくことが大事です その中でまず地域コミュニティを支える仕組みについては市民一人一人が自分たちで地域の課題を見つけ解決する力を高めるためのチーム作りを提案しながら進めており地域の実情に合わせ仮称地域コミュニティ連絡協議会の設立を支援します平成30年度はモデル事業の実施による検証を行い制度化に取り組みます併せて、 地域の担い手などを対象とした講座や先進地視察を開催し地域活動のリーダーの発掘・育成に取り組むとともにまちづくりを支援する職員の資質向上に取り組みますこの仕組みづくりと合わせて市役所においては昨年10月に組織を大きく見直し市内に20カ所の地域センターと4つの総合事務所を置くなど地域全体を見ながら 地域のコミュニティと連携して地域を支えていく体制をスタートさせました身近な道路公園や子どもから高齢者までの健康づくりなどについての相談に身近な場所でスピーディーにきめ細やかに対応する体制となりました平成30年度は特に生活道路の改善などの予算を拡充して地域の課題解決に取り組みます 新体制になっっっっててよかかたたとと思っていいだけるようしっかりと取り取組んでいきます地域コミュニティの核となる自治会については自治会の活動等を広く周知し市民の理解を促進するとともに自治会等との連携を図りながら加入率の向上と活動への参画促進に取り組みます次に市民活動の活性化のために設置している市民活動センターランタナにおいて 指定管理者による運営を開始します民間のノウハウが加わることでこれまで以上に市民の目線に立ったサービスの提供に努め指定管理者と連携しながら市民活動団体への支援の充実を図りますまた平成31年度の市政130周年記念事業の一環として長崎市の新しいシンボルになる長崎市の鳥の制定を予定しており平成30年度は市民の参画を得ながら 制定に向けた取り組みを進めます行財政運営においては市民サービスの向上や健全な財政基盤の確立のため引き続き行財政改革に取り組む中で単に人員の削減だけでなく得られた効果を業務の質が向上する取り組みや重点的に取り組む分野へ配分するなど新たな方向性での検討を進めます合わせて社会情勢の変化に的確に対応し 着実に成果を上げる市役所となるよう職員の育成にも力を入れます公共施設マネジメントについては施設の再配置や複合化など将来のあり方について方向性を示す地区別計画の策定を地域との話し合いの場を持ちながら順次進めます自主財源の確保に向けては引き続き市税等の減年分の徴収を徹底し滞納処分を強化するとと,ともに その他の他債券の全長的な管理の徹底や新たな未就金の発生抑止と滞納繰り越し分の整理を推進し収納率の向上を図ります併せて売却を含む私有財産の活用やふるさと納税の PR など自主財源を増やす取り組みを行います以上申し述べました方針に基づいて編成した平成30年度予算は一般会計 2044億694万8000円、特別会計1140億1428万3000円、企業会計394億8679万3000円、合計3579億802万4000円となっています。4終わりに 私はこの変化の時代に対応するため今長崎が取り組むべきことは何かを常に考えながら町の基盤づくりに力を注いできましたこれほど多くの事業や仕組みづくりを同時に進めたのは将来の長崎にとってどれも先延ばしできない大変重要なテーマだからでありまたそれぞれが連動しているからでもありますこれからそれぞれの事業をさらに進めていくにあたっては広く 市民議会の皆様にタイミングを外さず丁寧に分かりやすく情報をお伝えしていきますそうすることで長崎市が進むべきビジョンを共有しながらオール長崎の取り組みとして着実に歩みを進めたいと思っています引き続き市民の皆様並びに議員各位の大いなるご支援とご協力を賜りますよう心からお願い申し上げまして平成30年度の市政方針といたします 次に、日程14、第4号議案、平成29年度、長崎市一般会計補正予算第7号から、日程65、第56号議案、包括外部監査契約の締結についてまで、以上52件を一括議題といたします。市市長長。の説明を求めます。市長 ただいま贈呈されました議案52件について提案理由をご説明いたします。まず平成30年度当初予算に係る議案からご説明いたします。第9号議案、平成30年度長崎市一般会計予算でございますが予算編成にあたっての考え方、主な取り組みにつきましては先ほど施政方針の中で説明申し上げた <laughs>、失礼しました、先ほど施政方針の中で説明申し上げたとおりでございます。 第10号議案、平成30年度長崎市観光施設事業特別会計予算はグラバー園およびロープウェイの運営にかかる経費などを計上しています。第11号議案、平成30年度長崎市国民健康保険事業特別会計予算は、被保険者にかかる保険給付や国民健康保険診療所の運営にかかる経費などを計上しています。第12号議案、平成30年度長崎市土地取得特別会計予算は、 公共用地取得のための経費などを計上しています第13号議案平成30年度長崎市中央卸売市場事業特別会計予算は中央卸売市場の運営に係る経費などを計上しています第14号議案平成30年度長崎市駐車場事業特別会計予算は市営駐車場の運営に係る経費などを計上しています第15号議案平成30年度長崎市財産区特別会計予算は 財産区の管理に係る経費などを計上しています第16号議案平成30年度長崎市母子・父子・家父・福祉資金貸付事業特別会計予算は母子及び父子並びに家父の福祉資金貸付金などを計上しています第17号議案平成30年度長崎市介護保険事業特別会計予算は介護保険の保険給付に係る経費などを計上しています 第18号議案、平成30年度長崎市生活排水事業特別会計予算は集落排水事業にかかる経費などを計上しています。第19号議案、平成30年度長崎市診療所事業特別会計予算は池島診療所、小口診療所および野間崎診療所の運営にかかる経費などを計上しています。第20号議案平成30年度長崎市後期高齢者医療事業特別会計予算は 後期高齢者医療・広域連合納付金などを計上しています第21号議案平成30年度長崎市立病院機構病院事業債管理特別会計予算は長崎市立病院機構に係る病院事業債の管理に係る経費などを計上しています第22号議案平成30年度長崎市水道事業会計予算は水道施設の維持管理に係る経費や建設改良事業費などを計上しています 第23号議案、平成30年度長崎市下水道事業会計予算は、下水道施設の維持管理にかかる経費や建設改良事業費などを計上しています。以上が平成30年度当初予算にかかる議案でございます。次に、平成29年度補正予算にかかる議案についてご説明いたします。第4号議案、平成29年度長崎市一般会計補正予算第7号は、国の一時補正に伴う 国庫補助事業費や減債基金金積立金などを計上すするものでございます第5号議案、平成29年度、長崎市国民保険事業特別会計補正予算第3号は、事業勘定における国民健康保険財政調整基金積立金などを計上するものでございます。第6号議案、平成29年度、長崎市土地取得特別会計補正予算第2号は、 土地開発基金、入金、金借入償還金などを計上すするものでございます第7号議案、平成29年度、長崎市介護保険事業特別会計補正予算第3号は、介護予防通所介護相当サービス事業費などを計上するものでございます。第8号議案、平成29年度、長崎市下水道事業会計補正予算第3号は、国の補助内需に伴い、 建設改良事業費などを計上するものでございます次に条例その他の議案についてご説明いたしますまず条例議案を説明いたします第24号議案長崎市介護医療院の人員施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例は介護保険法の一部が改正されたことに伴い介護医療院の人員施設 びび設備並にに運営に関すするる基準を定めるものでございます第25号議案長崎市付属機関に関する条例の一部を改正する条例は1点目に本市の職員のハラスメント全般に関する重要事項を調査審議するため長崎市セクシュアルハラスメント調査等審議会の担任事務及びその名称を変更したいのと2点目に長崎市の鳥の選定等に関する 長長崎崎市市のののの選選定定等に関すすすするるる必要な事項をを審審査査ため会設置するものでございます第26号議案、長崎市職員退職手当条例等の一部を改正する条例は国家公務員の退職手当制度に準じて本市の職員の退職手当制度を見直すものでございます第27号議案、長崎市基金の設置管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例は 1>, 1点目に、奨学資金対応基金を奨学資金の対応または給付に関係る,かかる財源に充てるため当該基金の名称を変更したいのと2点目に、歴史文化資料の取得に要する経費の財源に充てるための基金を設置するものでございます第28号議案、長崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例は地方税法の一部が改正され、国民健康保険税を 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等に充てることと見直されたことに伴い、関係条文の整理をするものでございます第29号議案、長崎市手数料条例の一部を改正する条例は地方公共団体の手数料の標準に関する政令等の一部改正に伴い危険物の貯蔵所の設置の許可等の事務に係る手数料の額を改定するなどしたいのと 関係法令の一部改正に伴い汚染土壌処理業の譲渡及び譲り受けの承認等の事務に係る手数料の額を定めるものなどでございます第3 5号議案長崎市立中学校条例の一部を改正する条例は生徒数が減少していること等を勘案し海老田中学校を山里中学校に統合するのに伴い海老田中学校を廃止するものでございます第31号議案 長崎市奨学金条例の一部を改正する条例は経済的な理由により就学が困難なものに係る支援の状況を総合的に勘案し大学生への奨学金の対応を廃止するとともに高等学校等への入学に係る給付型奨学金の制度を創設するものでございます。第32号議案 長崎市特定教育保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例は就学前の子どもに関する教育保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴い関係条文の整理をするものでございます第33号議案長崎市養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例は 介護保険法等の一部改正に伴い養護老人ホームの設備及び運営に関する基準等を整備するものでございます第34号議案長崎市高級高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例は高齢者の医療の確保に関する法律の一部が改正され住所地特例が見直されたことに伴い関係条文の整理をするものでございます第35号議案 長崎市福祉医療費支給条例の一部を改正する条例は子どもに係る福祉医療費の支給制度の拡充を図るため通院に係る福祉医療費の支給の対象年齢を拡大するものでございます第36号議案長崎市介護保険条例の一部を改正する条例は1点目に新たな介護保険事業計画に基づき第1号被保険者に係る介護保険料の負担区分及び介護保険料率を改定したいのと 2点目に介護保険法等の一部改正に伴い介護保険料の段階の判定にかかる合計所得金額を見直すものなどでございます。第37号議案、長崎市国民,保険国民健康保険条例の一部を改正する条例は国民健康保険法の一部が改正され都道府県が市町村とともに国民健康保険事業の運営を担うこととされたことに伴い関係条文の整理をするものでございます。 第38号議案、長崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例は、旅館業法等の一部改正に伴い、旅館・ホテル営業に係る構造設備の基準等を整備するものでございます。第39号議案、長崎市都市公園条例の一部を改正する条例は、都市公園法施行令の一部改正に伴い、都市公園に設ける運動施設の敷地面積に関する制限を定めるものでございます。第45号議案 長崎市公園条例の一部を改正する条例は利用状況等を総合的に勘案し野間崎総合運動公園水泳プールを配置するものでございます第41号議案長崎市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部を改正する条例は建築基準法の一部改正に伴い関係条文の整理をするものでございます第42号議案長崎市営住宅条例の一部を改正する条例は 公営住宅法の一部が改正されたことに伴い認知症であるもの等にかかる入居者の収入申告義務を緩和したいのと高額所得者に対する明け渡しの請求にかかる収入の基準を定めたいのと入居者の資格および収入経過者の収入の基準を見直すものでございます。次ににその他の他議議案案ついいてご説明いたします第44号議案 過疎地域自立促進市町村計画の変更については、信用処理施設整備事業および恐竜博物館建設事業を追加することに伴い、長崎市、過疎地域自立促進計画を変更するものでございます。第45号議案から第47号議案までの返地にかかる公共的施設の総合整備計画については、それぞれ高島変地、池島変地および小戸返地にかかる 公共的施設の総合整備計画を定めるものでございます第48号議案から第50号議案までの公の施設の指定管理者の指定についてはいずれも指定管理者を指定するものでございます第51号議案及び第52号議案公の施設の指定管理者の指定の一部変更についてはいずれも指定管理者の指定を受けた法人が会社法の規定による吸収分割をし 当該法人の権利義務の一部が承継されることに伴い指定の期間を変更するものでございます。第53号議案および第54号議案工事の請負契約の締結については稲佐山公園斜面輸送施設整備工事3および外目地区中学校屋内運動場等建設主体工事についてそれぞれ請負契約を締結するものでございます。第55号議案 工事の請負い契約の一部変更については、三田坂小学校建設特殊基礎工事の請負い契約について契約の締結に時間を要したことに伴い工期を変更するものでございます。第56号議案、包括外部監査契約の締結については、平成30年度の契約を締結するものでございます。以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 これより質疑を行います。二十六番浅田五郎議員。少し時間をいただきます。とにかく今、ああ、為重が、三期目の最後の年の支援方針を聞きました。まあ、まさに瞑想に。吹けてるのかなという感じがいたしました。私はあの。今。びっくりいたしたのはですね。えー、要するに。 この2月議会というのはこの1年間の予算を審議する重大な議会であるけれども一般会計予算がですね停止をされまして2044億これは毎月予算の71億の予算がカットされた数字だと思うんだけどもね私たちがもらったこれは全く14日に何か聞いてみると議運で停止をしたというんだけどもこんな停止へも全く 改修されない訂正されないままに我々は議運から何日か経ってかいただいたんですねそういうふうなことでこの議会を終わらしようとするあなたの姿勢がですねさてこの1年間どんな姿勢をやるのかという非常に疑問を思い不安を感じます今議会をあまりにも軽率に軽々に議会の重みというものを分かってない あななたの姿勢でではかかろううと思うんですね一般会計のですね、当初予算が訂正されたんであれば、こういう姿勢方針を改修して、14日に議案に配ったものをですね、張り替える、各委員会でよく修正に来る担当職員が足をかいて切って貼ったり、いろいろ修正したやる。あなた自身がこれをやろうとなぜしなかったのかということなんですそそんななものを提示してでですねそこであなたが今 停止したけどもねこれはそのまま残るんですよやっぱりこれを回収してそしてきちっとしたものを今日は皆さんに渡すその新説がない限りはですねおもてなしの長崎市はあなたに任せるわけいかないんじゃないのかなとそんな気がいたしますところで私はもう一つ。 31ページに「小島養生所の保存と学校運営の併合」ということで書いておりますこのことで、えー、あえて質問いたしますが、えー、小島養生所を学校と建てるということはこれは破壊につながるんだということを専門の方は申しておりますがさらにこれを進めようとしてしかし私はですね少なくとも小島養生所についてはですねポンペが作ったオランダの意向であると。 国際都市長崎にとっては大切なでであるでしょうところがあなたは軽々しくですね専門家の意向に対する説明を聞こうとしないで例えば市民の会の皆さん方がですねボイケルスいわゆるオランダ人でオランダのライデン大学の教授であった人が長崎の大学の教授をしているこの方々を呼んだり一生懸命これに取り組んでいる長崎大学の名誉教授である 相川先生を講師に読んで,です、ね、地元では盛んに何回となく小島養生所について説明をやっているところが長崎市はですね学校建設歩きでスタートしてきたんですから少なくとも23年22年と23年の3月2月までに耐震化構想を約20 20 10億12億かけて長崎市は国に要請をし 小学校の耐震化をたその5か月後にはですね耐震工事が終わった5か月後にはあなたたちは水戸副市長を議長として会議をやってですね作小学校をとにかく耐震化した作小学校を新校舎を建設するということは作小学校の耐震化が終わった5か月後にはそこを壊すんだということを決めておるそしてその決めたことをもってですね 地元に対して、市民の会の皆さん方は、小島養生所についての専門的ないろんな話をしていった、理解深める努力をしたけれども、長崎市は教育庁も含めて、ですね例えば学校の高学年に、作小学校の校会に歌にうたわれているわけですから、それについてですね、歴史についても、その価値についても、そういった話をしたこともない、PTL の皆さん方にも話したこともなければ、育成教育にも話したこともなければ、 地元の自治会に対ししてもそういいったた話をしたことない民間の人たちがこれは大事なんですよということでそういうことをやっておる私はですねそういう姿勢が今日のこの予算編の改正と全く連動するんじゃなかろうかと少なくとも長崎市が今やら,やらなきゃならないのはですね学校は二座作小学校が今あるわけですからそこに作るか あるいは大浦中国校がもう移転すること分かっている廃校になること分かっているわけだからそこに作るとか作小学校のこうだけは来年の王国来年年と姉妹年をした長崎がですね残すだけのものがあってもおかしくないそれをあえて壊そうとする皆さん方はいやあれだけ埋め戻したりやったりしてるんだけど結局はこれだけのお金を費やしてですね壊そうとしておる この現実のギャップについてですね。市長はどのように考えているのかですね。ええー、一つあなたの心境なり、意見を聞きたいと思うんですね。<laughs> 市長朝。朝議員のご質問にお答えいたします。 この作所学校とそれから小島養生所の移行の件につきましてはこれまでもさまざまな形で経過調査を行いまたその経過についてもご報告を申し上げる中でご議論いただき一定の方向性を出してきたものというふうに考えております。そういった中では 学校の建設、子どもたちの教育環境をしっかりと作り上げていくという責任、また、移行について、この歴史については非常に価値のあるものですから、その移行について、できるだけの保存をしながら、また活用についても、知恵を絞って、多くの皆さんのお知恵もお借りしながら進めていくことで、その両方の価値のをできるだけ最大限にしようという方向で進めてまいりました。そういういい意味でではは前回のののの議会の中でもこの建設工事の推進については 進めることについては、その方向での可決をいただきましたし、また、その保存活用については、しっかりと多くの人の意見を聞くように。という付帯決議も受けておりますので、そういった方向性に従って、しっかりと作業、事業を進めていきたいというふうに考えております。以上です。二十六番、浅田五郎議員。まあ、市営方針についてのご答弁がなかったんですが。まあ、それは、この後に、あなたの方が答弁していただくとしてですね。 この小島養生所についてはですね、えー、来年の大学の学長ほか多くの方々がこの前の調印式に参りました、えー、その後いろんな方々のお話を聞いてみてもですね長崎市がそういうことについてですね国際都市長崎だからよもや世界に冠たる一つのオランダ王国の意向をですね壊すことはないだろうし別々に 学校は学校、行こうは行こうとして残してもらえるだろうというような話をしておったんですが、結果的にはそれが駄目でした。そして全国の、あるいは日本医師会もはじめ、県医師会、市医師会も含めて、多くの方々、薬学関係の方々もですね、えー、その話をしておりました私はノーベル賞をいただいた薬学部の OB である下村先生ともお会いすることができました、下村先生は多くを語りませんでした、残していただくといいんですけどもね、と。 たた。だだそれだけでした会食の合間にそれだけしか話さないというのはですねやはり私は重いお言葉だろうというふうに受け止めておりました薬学部の部長の黒田先生他は同窓会の山中先生等などもご一緒でしたけれどもですねやっぱりその価値というものをどうも世界的な位置づけの中での考えじゃなくて子どもを人自身にとってですね学校をつくる。 なぜ小島養生所が残されることはできないんだろうかと長崎は国際都市文化都市観光都市と言ってるあそこには市長もこの前のランタンの点灯式の際にですねわからん文化の話をしておりました。オランダのボイケルスが作った以降その横には日本の大徳寺に多くの寄宿舎,寄宿舎があった大徳寺その真下には今当時屋敷がある まさにからん文化の源流であるところをですね壊そうとしているあなたが片一方では21世紀は交流都市であるという話を最近はし始めた交流すべき場所をですね壊すあなたにそんなことしてもらってはまさに市民は笑っておるそのこともあなたは認識しなきゃならないわけですねですから私はですねこの小島養生所についてですね長崎大学に馬場教育は お尋ねしたとにかくあれだけ6か年間にわたって地元と話し合いをしたという割にはですね小島養生所のことについては全く話をしていないもう少しそういった問題についてもですねやはり教育の面でもしっかり話してほしかったともう私どものところの話に来た時には全て出来上がっておりまして図面持ってき またあなたの決意書を持ってきて、もう一本も譲れませんというような話をやってきたんだというようなことをえ浅田議員、えー、質疑に入ってください。とういうことで、です、ね、多くは申しませんが、とにかく混迷し続ける田植え市営が、この1年間、どうしあって次の4選に出馬する支援をいつ出すのか分からないけれども、やっぱり我々はこれでいいのかな、私なんかあなたを最初から応援してきただけにです、ね、今のあなたの政治姿勢を見ておると。 これは大変だなと思うんです、ね、私はね、そういう面で,です、ね、真剣にあなたのこれから1年の政治生活を見ていきたいと思うんだけど、少なくとも市民に耳を傾ける、その政治だけは、市民力だけは続けてやってほしいということを強くお願いをし、2度しか答弁、質問ができないんで、時間が来ましたので終わりたいと思っておりまがとうございいししたた質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております52件につきましては、お手元に配布いたしております議案審査付託表に記載のとおり、日程14、第4号議案、平成29年度長崎市一般会計補正予算第7号および日程19、第9号議案、平成30年度長崎市一般会計予算以上、2件はそれぞれの所管の各常任委員会に 分割付託し、残る50件は、それぞれ所管の閣僚委員会に付託をいたします。次に、日程66、長崎市議会議員政治倫理条例の運用に基づく報告については、お手元に配布いたしております報告書のとおりであります。本件は同運用の規定により報告されたものでありますので、同報告書によってご了承をお願いいたします。以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 次回の本会議は2月26日午前10時から開き非正一般質問を行います本日はこれをもって散会いたしますお疲れ様でした